富士レビオは、富士レビオホールディングス株式会社を持ち株会社として参加に、富士レビオ株式会社は、日本の臨床検査機器及び試薬メーカー。1950年に創業。1966年に、世界初の梅毒検査製品、梅毒派抗原を発売して、以来、感染症や腫瘍、生活習慣病などの臨床検査薬の提供を担ってきた。 2005年7月に持ち株会社体制へ移行し、旧法人は、ミラカホールディングス株式会社へ、称号変更。当社は、旧法人の営業をしていた全事業を承継した、新法人である。参照、HU グループホールディングス2021年3月期、第71休暇証券報告書3ページに、遠隔、1992年に、 ルミパルス1200を発売して、以来、化学発光機質、アンププドと、フェライト粒子型症を利用した主役と、全自動装置による、ルミパルスシリーズのほか、ルミパルス L2400 と、バイオマジェスティゼロヤカ ZS05 0が融合した、フュージョンプラスを発売。スタンドアローン専用連結機として、人間工学に基づいた、設計思想のもと、免疫。 生化学検査の簡単操作に成功。血液凝固検査と専用検査を測定する STARMAX と STA コンパクト MAX を製造・販売酵素免疫測定法を原理としたイムノクロマトグラフィー法によるカセットタイプ試薬のエスプラインシリーズは現在新型コロナウイルスの検査にも活用されている。また、 キンコロイド標識抗体を用いたイムノクロマトグラフィー等によるスティックあるいはカードタイプ試薬のエルナスシリーズを医療機関等向けに提供している粒子凝集反応、血球凝集反応ズラチンを粒型化した人工単体や固定した鶏赤血球を用いた PA 反応または破反応を測定原理とした試薬群酵素免疫測定法エンザイムリンクト イミナソーベント圧生サンプル中に含まれる微量の測定物質を高素標識した抗体または抗原を用い抗原抗体反応を利用した測定試薬群後にミラー化ホールディングス株式会社への称号変更を経て2020年7月に HU グループホールディングス株式会社へ富士レビオチャイナ CO リミテッド ABCDF 富士レビオ株式会社第十六期 決算広告、ありがとうございます。